風魔はいろいろあったけど後箱根をしっかり締めれば完了だな。どのくらい締めればいいのかすらわからんけど。まあこんなもんか。逆も終わらせてさっさとスタンプラリー行きたい。なんかスプリングのせいでどこまで締めればいいのかわかんないんだよな。まあ程よいか。やっちまった。やっちまった。この動画は、ミニペケちゃんこと GSXS125 にまたがる、マグロユッケによる元ブログだよ。ゆっくりしていってね。というわけで改めまして皆様おはこんばんちは。どうもマグロユッケですよ。早速だけど新しいミラーが届いたので交換しに来ました。さすがにこれからエグい距離のツーリングしようってのにこのミラーじゃ怖すぎるからね。ミラーうんぬんなんのこっちゃって人は2、3個前の動画を確認してみてね。到着。じゃ早速取り掛かるよ。もうね。このスクリーン外すのもお手のもん。あ、違う六角これじゃないわ。このスクリーン外すのもお手のもんですよ。まずは4つ全部緩めて。裏のナットが落ちないように押さえながらボルトを緩めます。オッケー。スクリーンが外れたら14ミリのスパナでミラーを外していくよ。くる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 外れたらいよいよ新しいミラーを取り付けていくよ。この折りたたみ機能本当に良かったのにな。というわけで新しい物が。そのよそのよそのよ。これだー。エレクブロってショップさんの突面鏡ミラーです。今度はちゃんとレビュー178件の有料物件だよ。でこのミラー取り付け方が少し変わっていて。見ての通りネジ穴に差し込むネジがありませんね。そうそこで出てくるのが、こいつらだー。アダプターやボルトにナットにスプリングがセットになってます。こうすることでミラーとアダプターの間にスプリングを挟んで、ミラーのガタつきを防止する機構らしいよ。なにそれすごい。ちなみにいっぱい入ってますが、正ネジ10ミリが2本、逆ネジ10ミリが1本、正ネジ8ミリが2本、逆ネジ8ミリが1本ずつ入ってるよ。汎用製品の鏡だね。鏡だけんじゃやっていきます。ミニペケちゃんは現在正ネジ穴に正ネジスペーサーがついてるわけのわからん状態になってるので、この正ネジ10ミリのやつを2つ使うよ。でもロチン取り付け説明書とか貼ないので勘でやっていくよ。とりあえずこのアダプターが邪魔そうなので外します。あ、そうだ、ちなみに今からする取り付け法は最初から最後まで間違っています。しばらくバカを見守ってね。邪魔くせアダプターが外れたらこの一式を穴にぶち込みます。あとは簡単いつものようにミラーを取り付けて上のナットで締め付けていくんですね。わかります。まず箱根をこうぶっ祈願してある程度のところまでボルトを手締めしていきます。あとはソケットレンチでナットを締めれば。よし完成。左もやっていくよ。しかし、あれなんだこれ入っていかないぞ。さっきはすんなり入ったのに。ですがそう答えは簡単ですね。取り付け方が間違ってるからです。度重なる悲劇のストレスパワーを込めてなんとかネジが貫通しました。あとはこれをグリグリ締め付けていけば。完成。と行きたいところなんですが。このミラーここにネジ穴を隠す用のカバーがついてるんですが、どう見たってナットが出っ張りすぎているので、もうちょっとしっかり締めてみようとするもののなかなか入っていかない。これが限界？試しに右もまだ締まるのかやってみるか。写真だとこんなはみ出てるわけがないもんな。あ、ナットさーん。やってやっちまったやって。どどどどうしよう。まあ幸いミラーはもう固定できてるし最悪カバーみたいなものはつけなくてもいいか。あとは走行中飛んだらいかんからこのスプリングも抜いとこ。お、けどちょっと待てよ、この状態ならカバーつく全然無理でした。チーン。で今日ツーリング中に正しい取り付け方を思いついて、ショップさんに問い合わせたら部品だけ2週間くらいで届けてくれるそうなので、また後日きちっと取り付ける編をお届けするよ。というか、このご時世に部品タダで送ってくれる中国のショップさん優しすぎない。というわけでヌクリーンも装着し終わったので、ミラー調整していざいざスタンプラリーツーリング向かいます。はぁ、しかし部品送ってくれるからいいものの。純正ミラーが割れやすでにして今度はネジぶっ壊れて。ほんと最近悪いことばっかり続いてイライラするなぁ。おまけにこの円安物価高のご時世がさらに憤りを加速しちゃうなろー。いつもよりちょっと回転数高めでストレス発散だでー。イエーイ。イエーイ。スタンプラリー始める前に何のことか知らない人もいると思うので簡単に解説しておくと、今年はなんと3年ぶりにバイクのふるさと浜松っていう大規模なオフラインバイクイベントが開催されるのですが、それの事前オンラインイベントとしてこういうスタンプラリーが開催されてます。デートナ公式アプリをインストールしてイベントページを開き、このチェックポイントを探すをタップすると、こんな感じでスタンプが押せるツーリングスポットが表示されます。
各地を回りスタンプを集めて、ポイントを10ポイント貯めると当日何やら景品がもらえるみたいなんです。何がもらえるかは当日行ってみてのお楽しみっぽいけど、いろんなツーリングスポット行けて景品ももらえたら一石二鳥だよね。てな具合の今回の企画です。今日はとりあえず奥三河の6カ所を巡って、8ポイント貯めて当日3ポイントのスポットを現地入り前に巡り、晴れて景品と交換してもらおうっていう算段だよ。ちなみに6カ所で8ポイントってどういうことだってばよって思いでしょうが、有料スポットや要予約スポット、秘境スポットは1カ所で3ポイントもらえたりするためです。ということは今回のスポットにもどれかが入ってるのでお楽しみに。というわけで最初のスポットは奥三河の代表的スポット設楽町にあるので、三河湖方面に向かって道の駅設楽を目指して走っていくよ。あ、そうそう。頭のネジがぶっ飛んだミニペケちゃんのミラー。ネジの頭がぶっ飛んだミラーですが、現状こうしてずれたりすることもなく視界も確保できてるからいいんですが、もし外れたりしてしまった時のために、取り外したミラーをカバンに突っ込んであるのでご安心ください。窓の道見えなくなっちゃうんで不安といえば不安ですけどね。あ、ちなみにこの新しいミラーの使い心地ですが、マジで最高です。バイクと一緒にぐるぐる震えて覗き込まないと見えないってこともないし、突面鏡なので後方視界がめーちゃくちゃ広くて快適です。まあと入っても純正ミラーと歯どっこいどっこいって感じでしょうか。扱いやすさで言ったら純正ミラーの方が上かもしれません。純正ってやっぱりすごくいいものなんだなぁ。してバッサリカットしました。みんなもう道の駅したらへの道のりなんて見飽きてるだろうしね。で、ここを左に曲がったらすぐ道の駅なんですが、本日最初のスポットはここを右に曲がっていきます。四谷の千枚田も越えて少し南下したところを左に曲がっていくよ。あ、ちなみに本日台風15号の大雨翌日です。岡崎もそれなりには雨がすごかったんですが、こっちや静岡の方はマジですごかったみたいですね。全然知る由もなくツーリングしてますが道路崩れたりしなくてよかった。長ーいトンネルを抜けて、これを左に曲がるとしたら超屈指の風景。四谷の千枚田っていう棚田があるけど直進するよ。やえーお、東海回避岩花の季節か。綺麗だなーてな感じでのんびり走れる良き道です。県道32号線だったかな。して見えてきましたね。あの信号を左に曲がってしばらく行くと、てなんだかなり左に寄ってるけど譲ってくれてるのかな。どうせ左に曲がるからいいけど。譲るにしても交差点付近はわちゃわちゃなるからやめてほしいな。あ、やっぱり譲ろうとしてたんだね。ご安全にー。お、曲がってすぐの青看板に書いてありました。そう一箇所目は聞いたことある人もいるでしょうか。蓬莱寺さんに向かっております。マグロユッケの名前やここにあるなーってのは知ってたんですが、いざ現地に行ってみるのは初めてです。こうやって普段行こうか迷ってるようなところにも行く理由ができていいですね。小学校の名前かっこいいな。あ、ちなみにここのチェックポイントですが一つ注意することがあります。スタンプのもらえる駐車場は蓬莱寺パークウェイという道を登った先にあるのですが、Google マップに蓬莱寺と入れて検索すると表参道という、蓬莱寺正面の参道側を案内されてしまうので、蓬莱寺サンパークウェイ駐車場と検索してくる方がいいよ。ちなみにマグロユッケは何も水に噛んで走ってるよ。お、なんだか吸い込まれていきそうな入り口があるけど、騙されずにまだまだ直進しようね。1、2分直進するとこの先パークウェイっていう案内が出てきます。一瞬右折なのか迷ったけど自分を信じてまっすぐ行ったよ。でどうやら蓬莱寺は結構高い位置にあるようで、ご覧の通りの上り坂に適度なワインディングが楽しいよ。それにこの右側に生えてる木全部もみじだよね。もうちょっと経ってから来たらめちゃくちゃ風情の塊パークウェイだね。お、うん、これか。パークウェイとは書いてなくて東照宮と書いてありますが曲がってみます。どうやら合ってたみたいです。しかし駐車料金を220円取られました。金一応駐車場入る手前でもスタンプは押せると思いますが、せっかくだし蓬莱寺がどんなもんか見ていくよ。こんちはスタンプ押しに来ました。何その廃墟台みたいな動き。というわけで第1チェックポイント到着。あそこが駐輪場らしいですがびっしりコーン式すぎ草。お、なんだわざわざレベルがバックで止まってるから真似しよう。はい、ツーショットパークウェイ。やっぱりバイクは並べて撮るに限る。さあそれではお待ちかねスタンプタイムです。目的地に着いたらデートナの公式アプリを開いて、ツーリングラリーのイベントページを開き、このチェックインスタンプを押すっていうボタンをタップします。すると来たー。でこのスポット名をタップします。チェックインできました。
そして最後にこの開くってところをタップすると、スタンプカードが表示されてスタンプが押される仕組みだよ。駐車場が有料な割に1ポイントしかもらえないので、やっぱり駐車場の外でもスタンプ押せると思うよ。というわけでいざいざ蓬莱アタックするよ。で、駐車場を出てすぐのところにお茶屋さんがあるよ。奥三河名物五平餅をはじめ、みたらし団子やソフトクリームも売ってて、お隣にはお土産屋さんもあったよ。一番近い東照宮までは400メートルほどなのですが、めっちゃ坂道なので徒歩で15分くらいかかるよ。もしお参りしていく人は自分の体力と相談してから登ってね。うろーたけー。おまけにそこら中にろ方は歩かないでくださいって書いてあって結構怖い。あとさっきからマグロユッケがすごい気になってるものがあるんですが、あれなんなんだろ、わかるかな。どうやったっていけない崖の上に像みたいなのがあるんだけど、ダースベイダーで東照宮まで頑張って歩いた先に心臓破りの階段がお目見えです。さっきのお茶屋さんがあんな入ってすぐのところにあった理由がわかるね。お邪魔しまーす。愛ちゃんとゆうきくんだけでいいので友達ください。ジャムおじによろしく。というわけで帰りますが、パワスポ感半端ないです。どの杉の木も樹齢の桁が違いそうだね。ちょっと右を見たらこの杉樹齢370年だってうへー。お待たせミニペケちゃーん。ガチボコ日向に置いてあったから尻がこんがり焼け上がりそうです。笹風を切りに行くぞミニペケちゃん。というか青空めっちゃ綺麗やな。お、感応式かな。バイクにもちゃんと反応してくれるかな。オッケーみたいです。それじゃ蓬莱寺さんを後にして次のチェックポイントに向かいます。次のチェックポイントは割と近くて道の駅下らの手前あたりにあります。まあ近いって言ってもバッサリカットしてるだけで30分以上はかかる。いい天気だー。こんにちはー。ついにどうでしょう、軍団の株もディレクター入れて4台体制になった。うわ、今まで気づかなかったけどこの橋渡ってみてー。停止線もあったし普通に車両も通行できるっぽい。また今度行ってみよてな感じで30分の道のりもわずか20秒弱だよ。で、道の駅の手前にあるトンネルのさらに手前のここを曲がっていきます。この道は県道でもなく市道でもなく共同っていうみたいだよ。第2チェックポイントまであと箱の道をまっすぐ行くだけです。RLA おかしいぞー。この辺のはずというか通り過ぎてるくらいなのに、そんな名前の建物が見当たらない。どっかで見落としたのかな。とりあえず一回調べ直すか。そこの坂を登るとダミネ観音って書いてあるんだけど関係終わりでした。この正面の建屋がダミネテラス、第2チェックポイント到着です。この人もスタンプラリーできたのかな。というわけで早速2ポイント目をいただくよ。あ、ちゃんとダミネテラスの後にダミネ観音って書いてありました。ちなみに他方でも電方でもタミネでもありません。ダミネテラスらしいよ。あとはちょうど時間もお昼時だしここはご飯もいただけるみたいなので、ちょうどいいのでここでお昼にするよ。というわけでダミネテラスお邪魔しまーす。ここは名前の通り向こう側にテラスがあって手前は誰でも使える休憩所って感じかな。で、肝心のお昼ご飯はというと、隣の直産所で作ってもらってこのテラス席で食べたりしていいみたいだよ。何それ素敵。ふむ。ふむふむ。隣にこんな感じの建物がありーの。お土産屋さんで注文して隣の食堂で受け取るよ。どれにしようかな。カレーうどんにしました。カレーはマジでどこで食べても当たり外れが少ないからね。ちなみに箸や飲み物はセルフサービスです。一通り揃えたら、ダミネテラスへセルフ配膳します。こんなお天気の下カレーうどん運んでるの今思うとめちゃくちゃおもろい。テラス席はマダムたちが五平餅でマダムしてたので、この辺のテーブルでいただくとするよ。というかさっきからあそこにずっとウエストポーチが置いてあるんだよな。バイクの人が置いて観光してたのかと思ったら行っちゃったし。まあ食べ終わって誰も取りに来なかったらその辺の人たちに聞いてみる。いただきまーす。お、インスタントのカレーっぽく見えたけどちゃんと魚介風味だ。うめえ。というわけで残り時間でお察しの通り今回はここまでだよ。いかがだったでしょうか今回のスタンプラリー。この2箇所だけでも早速気になって夜も寝られない人続出なんじゃないでしょうか。次回は残りの4箇所と、気になる忘れ物の謎についてもしっかりと解明していくので、ぜひ次回もよかったらご覧に来てくださいね。むしろ皆さんもスタンプラリーやってみてください。体はボロボロになるけど楽しいよ。プレミアム SSTR もいいけど時代はスタンプラリーだよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、
Twitter フォローよろしくお願いします。ではでは。え、50cc で SSTR 参加する猛者がいるんで結構いる。来年こそはー。